習近平の手紙に込められた中国の悩み。中国は秋から新学年が始まる。夏に卒業する大学生はすでに就職戦争に突入した状態だ。ところが昨年もそうだったが、今年もまた大卒者に文革当時流行した山に登り田舎に帰る定山下郷運動を進めていて注目が集まっている。中国メディアは今月初め、習近平国家主席による一通の手紙を公開した。中国農業大学に通う学生代表が先に手紙を送り、これに対して習近平が返事をする形をとっている。習近平は手紙で、皆さんが田畑と農家に深く入って働き、民生を理解して学問を練磨していて、私は非常に嬉しいと書いた。続いて、皆さんが手紙に書いているように、中国の強度深くまで入ってこそ、初めて何が事実求是、事実に基づいて真理を求めることであるかを、また、どうしたら群衆に寄り添うことができるのかを深く理解し、青年は進んで苦労するべきだという言葉は実に素晴らしい。新時代の中国青年は当然このような精神を持つべきであるとした。これを受けて一部では1968年に始まり、10年間で1700万人の知識青年を農村に送り込んだ定山下郷運動のバージョン 2.0 ではないかとの批判が出ている。当時毛沢東は、知識青年は農村におり貧農から学びなさいと言ったが、最も大きな理由は文革の強風で経済が壊れて大学を卒業した若者に雇用を提供できなくなったところにあった。昨年も1076万人の大学卒業生を適時に就職させることができなくなり、定山下郷運動の風が吹いた。中国教育部が大卒者の農村就職を推奨する通知文を発表し、中国メディアは落伍した西側の農村に行こうというゴーウエストプログラムにスポットライトを当てた。今年も同じだ。この夏には昨年よりも82万人が多い1158万人の大卒者が社会に出る。しかし今年3月、中国の16歳から24歳の青年失業率が歴代最高値である 19.6% に達するなど、仕事探しが容易ではない。新型コロナウイルス感染症、新型肺炎の後遺症もあるが、中国のビジネス環境が悪化したことが最も大きな理由だ。中国では最近外国企業をターゲットとしたスパイ探しの強風が吹いている。国家安全保障を前面に出して、外国企業役員を対象にスパイ容疑調査を実施することがしばしば起きている。外資企業が中国から撤退するのも頷けるような構造で、中国経済成長の勢いが鈍化するのも全く変ではない状況だ。その結果、仕事を見つけることができなかった青年たちは、いつ爆発するかもわからない社会不安の来館になっている。習近平が中国の五四青年節に際して大学生に送った手紙一通から中国の深い悩みが込められている。人民元を世界の基軸通貨にしたいが前向きになりきれない中国のジレンマ。中国人民元の台頭。かれこれ10年以上にわたり、中国政府は米ドル依存の低下に取り組んできたが、その背後には米国経済がもたらすリスク、2008年の金融危機などへの不安と、自国の勢力圏を拡大したいという思惑があった。だがこの1年、台湾との衝突の可能性に備える中で、中国経済をドルベースの制裁から切り離そうとする動きが、脱ドル化の最も重要な動機として浮上してきた。ロシアのウクライナ侵攻後、ロシア政府に経済的打撃を与える最も強力な手段の一つが、米ドル取引網からロシアを実質的に排除し、他国との取引能力を制限することだった。ところが、西側の制裁体制は、ロシア政府に罰を与えるだけでなく、
意図せぬ勝者を生むことになった。中国人民元の台頭である。2022年ロシアの輸入取引決済に占める人民元の割合は 4% から 23% に上昇した。今年2月にはモスクワ取引所において史上初めて人民元が米ドルを抜いて最大の取引通貨となった。中国政府が推し進める人民元の国際化は、すでにウクライナ戦争以前からその萌芽が見られた。人民元は国際金融市場では依然として米ドルに大きく遅れをとっているが、銀行間通信プラットフォーム SWIFT のデータによると、2021年3月から2023年3月の間に貿易金融市場世界貿易の 80% を支える数兆ドル規模のエコシステムに占める人民元のシェアは2倍以上に増加している。さらに中国はロシア以外の国々に対しても国際取引で人民元を採用するよう働きかけている。アルゼンチンとブラジルは最近、中国からの輸入を米ドルではなく人民元で支払うことで合意に達した。4月にはバングラデシュが原子力発電所の建設資金に使われていたロシアからの融資の一部を決済するため、3億1800万ドル相当の人民元による支払いを承認したと発表した。中国が関与していない国際取引で人民元が使用された稀な例といえる。シンクタンクのウィルソンセンターで中国フェローを務めるダニエル・マクダウェルは、これまで人民元が国際的に決済通貨として使用されるのは、主として中国が取引相手の一方である場合だったと述べる。ロシアとの取引において、実際のところ外国の取引相手には選択肢がありません。そのため、人民元やルーブルのような従来的ではない支払い通貨の使用を検討せねばならなくなるでしょう。大国中国のジレンマ。中国経済はロシアと比べて西側諸国とはるかに密接な関係がある。そのためアナリストの多くは、西側諸国は自分の首を絞めることなく中国に経済制裁を加えるのは不可能だと見ている。それでも中国は最大限の自国保護を追求しており、人民元の国際化もその一環で進められている。この3月、ある中国企業がフランスの多国籍企業トタルエナジーズから6万5千トンの液化天然ガス LNG を人民元建て決済で輸入した。これは人民元が国際的な LNG 取引に使用された最初の例である。中国政府は主軸となる輸入取引について米ドル依存からの脱却を狙っているため、この取引は中国のエネルギー安全保障の確保に向けた重要なステップと言える。国営企業チャイナエナジーのチーフエコノミストであるシュウ・ジンは、昨年発表した記事の中で、中国は対ロシア制裁を受けてエネルギー供給維持を図るため、人民元の国際化を急ピッチで進める必要があると述べている。さらに中国はデジタル人民元ECNY に加え、SWIFT に代わる決済システムも開発している。こうした技術革新は、人民元の国際的な人気を左右する政治的な要因に比べれば、重要度は劣るが、自国通貨を米ドルに代わる魅力的な国際通貨に変えるという、中国政府の大掛かりなキャンペーンの一部なのだ。こうした米ドルからの脱却を目指す活動は、国家の威信とも深く関わっている。金融の自立に向けた中国の取り組みに関する最近の報告書には、次のような指摘がある。貿易、対外借款、エネルギーや商品の価格設定において、米ドル依存が続くとしたら、当然のことながら中国は大国を名乗ることができない。だが、人民元の国際的な役割が拡大すれば、中国共産党の指導部には、国内金融市場に対する党の支配力とのバランスを取る必要が生じる。人民元の真の国際化とは、資本移動に対する政府のコントロールを緩め、通貨の評価について市場がより大きな役割を果たすようにすることだ。
これは政治的にも理念的にも党が進んで取りたがるようなリスクではない。党の経済思想の中心的な信条は、国家が経済における重要な役割を果たすべきというものだからだ。カーネギー国際平和財団の上級研究員アレクサンダー・ガブエフは次のように指摘する。中国共産党は見えざる手が市場をコントロールするのを望んでいない。望んでいるのは規制当局のはっきりと目に見える手によるコントロールだ。国際金融システムで人民元がより大きな役割を果たすようになるのは喜ばしいことだ。しかし、国家の安定を維持し、政権を維持したいなら、国内金融の安定化は不可欠だろう。